11月からフリーランス法が施行されましたね、うん、でも本当に変わるかな、変わってくれ、うん、いや俺らは何も変わらないじゃん、発注する方の気持ちが変わんないとさ、うん、うんうんうん、いやだから本当かって思いながら見てますけどね私はやっぱり発注する側でもあるんですよ、うん、なので今までもフリーランス法が、うん、できるできないに関わらず必要なことは盛り込んでるわけですよ、うんうん、まあ期日とか内容とか ね仕事を依頼するときにそれを全部メールに素晴らしいです、入れてるんですよ、当たり前のことですよね、そう、うん、そう当たり前のことじゃない、でもこの当たり前のことが全然できてないところが多くって、うん、そのね11月からのフリーランス法が良かったなってって思うと同時に、うん、それまでの未払い案件を思い出してめっちゃムカついててあーってもうあいつらあーで、ね、まあ、でもそういう意味ではフリーランス良かったかもしれないですね、うん、一歩前進ですね、うんうんうん、前進だ前進だ、はい、それでは今日も始めましょう、感情言語化研究所、感情の言語化について研究してみようではないかという探究ラジオ、研究所所長、作詞家でシンガーソングライターの畑です。マスコットキャラクターの三橋達夫です。この感情に名前ある、うん、この感情なんて言ったらいいの、言語化以前の感覚を皆さんと一緒に言語化してみたいと思います。はい、お便り届いております。 お便りありがとうございます。トマトマさん、はい、トマトマさんありがとうございます。畑さん、三橋達夫さん、こんにちは。こんにちは。私は20代前半のものですが、はい、自分の思いや考えをその場ですぐに人に伝えることに苦手意識があります。そのため職場では事務的なやり取りはまず問題ないのですが、雑談になると途端に会話に妙な間を空けてしまうことがしばしばあります。ありがたいことに職場の先輩や上司は優しく、そんな私でも受け入れてくれていますが、私は日々言葉にしたいのにできないもどかしさを抱えています。思えば私は子供時代、学校ではいじめられ、家では家族間の不安により、よっぽどのことがない限り自分のことを伝えようとはせず、常に周囲の顔色を伺っていました。そんな人生を送ってきたこともあり、社会人になった今、生きづらさに似た苦しみを味わっていることに気づき始めています。さらに困ったことには、感情を何不自由なく言葉にできるような周りの人たちに対して、一歩を引いてしまうというか、うん、羨ましく感じてしまう自分もいるのです、うんうん、そしてそういう自分に嫌気がさすというループに陥っています。この苦しみから脱するためにインプットやアウトプットを試してはいますが、こんなことをやっても今更無意味なんじゃないかと時々諦めては嫌になってしまいます。だらだらと長文になってしまいとても申し訳なく思いますが、こんな私でもコメントをくだされば幸いです。よろしくお願いします。はい、トマトマさんありがとうございます。すごく自分のことを分かってるなっていう、というかよくこのもうメールにまとめられてるのが、ね、素晴らしいですね。そう、すごいなって思っちゃった。しかもインプットやアウトプット試しているんですよ。なるほど、すごいですね。ちゃんと問題を自分で自覚していろんな方法で試してるって、うん、いや私なんかこんなに自分の考えちゃんとまとめられないかもしれない。うん、知ってます。はい。あのね、でもよくわかるのは間を空けてしまうこと。私これめちゃくちゃある、ね。あるね。あるね。ね、ふわーっとそっちの方に思いが行ってしまって、うん、上の空になっちゃってこう間が空くんだよね。気づいてましたか。うん、まあそれはもう畑明といえばそういう人ですもんね、うん、だから私もねその間を空けないで、うん、とかできてないからこれどうしたらいいのかなとは。感情を何不自由なく言葉にできるような周りの人たちに対して一歩引いてしまう、この表現が私すごいなと思った。一歩引いてしまうっていう、うん、まあ、あるいは、うん、その羨ましく感じてしまう、うんうんうん、自分はそうしないできないと思って、羨ましいけどなれない、ならないっていうことですね、うんうん、ただきっとそこに向かって何か努力するべきではみたいな気持ちでいろいろ試してるんじゃないのかな、うん、まあ、だからそれこそ、うんうん、本当の友達付き合いとか、うん、思ってることを言わないと成り立たないじゃないですか、うん、
私やれてこなかったみたいな顔してますけど、羽田さん常に私の理想ばかりを押し付けてきたし、勝手に私がっかりしてたし怒ってた。顔に出てる、うん、結構近いとこありますよね。まあそうですね人間関係構築できなくない？本音を言えないんだよ。日々は言えないけど、時折まとめて投下してるんだけど、本音爆弾を。そうでしょうね。しかも自分には爆弾が投げられないっていう前提で爆弾投げてますもんね、こうやって。まあね、多分相性の問題だと思う。それを別に気にしないで付き合える人との関係は成り立つ。まあこういう人だからなって。ってスルーしてくれる。どう言ったって本音はなかなか出てこねえしなっていうのは分かってる人ってことですね、うんうん、あでたまに爆弾投げるなっていう。それそんなのに付き合うもの好きします？今冷静に話聞いてて、本音は言わねえわ、爆弾投げつけてくるわ、こいつ何なんだよっていう。本音の扉の前は私はオープンなんですよ。そこまでも開けっぱなし。あ、まあ、分かる分かる。それでも察知してる人は寂しいな、羽田さん寂しいな、まあ、最後のドアを開けるのが大変。最後のドア開けないなこの人って思ってると思うよ。だからそこまではもう誰にでも開けてしまう。もうただその最後のドア開けると恐ろしいことが待ってるからね。そうそう、パンドラの箱のようなもんですよ本当。もう自分でも何が飛び出してくるか分かんない。開けたくない。だからうまく人間関係を構築できてるかっていうと全然できてないんだけど、ただでも私にもこの友人を大事にする気持ちとかね、まあ、人を慈しむ気持ちはあるわけですよ。サイコパスではなかったっていうことですね。だから目の前の人が困ってたりとかすると何とかしたいなっていう気持ちがあるから、ね、うん、あの期待に応えちゃう病なわけで。なるほどなるほど。あ、なんかこうしてほしいんだろうな私にっていう。取り繕いすぎですよ。取り繕いすぎ。いや良かったですねこれ。救われますねなんかね。ほっとした。ほっとした。やっぱりそう考えてる人がいるな、うん、教わることばっかりですね。ね、本当に。であと、ま、間に合うなと思ってました。間に合う、間に合う。私はもう、私はもう間に合わないんだけど、トマトマさんは間に合うと思ったらすごくホッとする。もうね、私はあのほぼ諦めてるんで、うん、その、うん、まあね、ちゃんと人間関係をそこがうまくできてたら創作とかしてないかもしれないですしね。う、うん、うん、そうなの、うん、もう私にはね、あの音楽しかない。寂しい、急に寂しい発言。いやそれ寂しくないよ、ね、全然、うん、私は すごくそれがそれがあれば十分です、ね、うん、それが、うん、あれば生きていけるなって思ってるから、うん、まあ、音楽があってもじゃあプライベート全部ダメでいいのかっていう、そういう話ではないですから、うん、ね、まあね、それもちゃんとできてる人はできてますしっていう、ね、で人間の中にはこういうできない人もいるんですよ。そうだよ、ね、でまあそこそこ楽しく生きてるんで、うん、それもありなのかなって。そうだよね、そうだよね、うん、だから別にトマトマさんだってずっと、うん、ずっと旗側でもいいわけですよ、うん、言ったら別にこれ以上変わる必要ないっていうかね、うんうん、それもありだよ。少なくとも自分が生きていける場所はもう見つけられてますもんねこの人ね、うん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 、というわけでトマトマさんありがとうございます。ありがとうございました。以上、感情言語化研究所でした。いや、考えてることをね、うん、その場で伝えたりとかするのは苦手だけど、うん、まあ、音楽ならね、込めることができるんですよ。いや、俺はもう力強い言葉ですね。うん、だから、まあ、常にね、こう新曲が、今こう伝えたいことっていうか、うん、思ってることっていうか、そこに全てをぶつけてるので、ぜひぜひ新曲ザラストで、ね、考えても考えても謎が残ったまま最後の日を、迎えるんじゃないかなっていうような曲ですけど、聴いてくださいね、うん、トマトマさんもねぜひ感想を聞かせてください。はい、そして還元券ではお便りお待ちしてます。感情に関すること何でも、感情にちくりと刺さったくだらない疑問、曲の感想、普通のお便りも歓迎です。はい、お便りはあの各配信場所のメールフォームから送っていただければと思います。皆さんぜひ、はい、では皆さん次回も感情の言語化を研究しましょう。バイバーイ、バイバーイ。